おはようございます。今日はね、波が上がってちょっと今ちょうどパイプで、第一 IC のパイプロがね、ハワイアンのための試合が開催されてるから、バックドアとかはもうできそうなんだけどできないから、それ以外のところでとりあえずロッキーが多分ね、ちょっとデカすぎる感じかな。でラニアケアかサンセットを良さそう。サンセットにはちょっと物足りないんだけど、セットくれば結構いいやつが、セット以外は割れないんだけど結構良さそうなフリーなのが入ってるから、とりあえずサンセットやるか、ラニアケアめちゃめちゃ混んでるから、うん、ちょっと様子見てかな、うん、とりあえずサンセットついてるから、ちょっとご飯今食べてるから、おっ、これセット、これセット、こっちね、こっち、こっちは横からのやつ、正面のこれこれこれ、うん、こんだけセットくれば、これがくればいいね、うんうん、何も多くない。まあね、多分5フィートってとこじゃない、6はない、あるかな、まあちょっとね、チェックしていこうと思います。でも、もう試合ないから、折れてもいいし、いや折れても絶対乗れないって5、6じゃん。え、試合5、6って出たの？試合5、6、5、6、6だって試合ハレイワじゃん。そうだね、ハレイワはいけるって、サンセットは無理だってたぶんさすがに5、6は無理だって、本当にこのサイズでも、このポイントなら全然いいかもしれないけど、サンセットがやるなら引っかかんないの？引っかかんない、落ちない、絶対違う、めちゃめちゃこういうとこじゃないと引っかかんないから、うん、こういうとこだとシューンって飛ばされるからだっていけなくはないと思うんだけど、これセット、今日手前も曲げてるのね。あんまりいつもの感じなんか。これ。あるね。結構ほら、降りるとダブルオーバーがダブル。6-2で早めに立った方がいい。今日は6-0のランでいきます。私がビーチで敷くヨガマットを持ってくれてます。なんかポイントサンセットも両方できそうで、結構でもサンセットも来ればインサイドポコーンって折れてるの来てるから楽しそうだし、ポイントもポイントでできそうだから、まあ、ちょっとね、ポイントにはね、6-0で長いかも。なんで、まあ、ちょっと3セット最初狙ってみて、やろうと思います。はーい。3セット。久々の3セット。女の子は3セットやりづらいよな。気がする。でかいから？遠いから？ん？なんか、なんとなく。パワーがあるから。長い板の扱いに慣れてない。ああ、確かに。みんな多分。うんうん、練習になるよね。あれ？まあいいね。でも。オンラインコーチング受付中。
疲れ様です。お疲れ様です。ファンだったね。結構短いんだけど、うん、なんかミニインサイドボールみたいな、うんうん、ちょっとウエストから来るやつは、うんうん、インサイドボーンと取れて、うん、結構楽しかった。途中チューブかなって思った。途中部ね、2本ぐらい、ね、入ったんだけど潰されちゃったんだよね。だんだんチューブの波になってきたのかと思った。うん、でも最初よりはちょっとなったけど。そうだよね、ほんとタイミングでね、一瞬の、うん、潮とか多分うねりのでなるやつはパコンになったから、うん、まあ、結構いいタイミングないと思う。今ちょっと風吹いてきたんだけど、うん、さっきは結構楽しんできたから、まあハードなサーフェスじゃないけど結構いい感じの、ちょっとちっちゃくもないんだけどちっちゃめなサンセットでかなり楽しくサーフィンできたから、とりあえず良かったです。はい、今晴れたしね、うん、雨やばかったよね。やばかった途中、途中で、うん、すごい天気変わるよね。ねえ、今日はすごい、ね、まあそんな感じで多分午後もねできそうなのどっか。とりあえず今日はこれで終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった？飛ばされた。一個ちょいなかったもん。めっちゃでかかったね。いい波だったのに、もう私は突っ込めずまっすぐ行った。だからキアヌとかにもチューブだったって言われて行きたかったって言われて。やばい、楽しかったね。楽しそうだった。結構さ、クローズのセットも来ないからさ、膨らまないもんね。女の子とかやりやすかったと思う、今日めっちゃ、ね、ベストサイズ、ベストサイズ。グッドでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はサンセットに久しぶりに入ってきました。波は結構どれくらいだろう、5フィートぐらいあって大きかったんですけど、まあターンはできなかったけど、もうテイクオフの大きい波の練習で楽しかったです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。